どうも皆さんこんにちは、グラプララバーズです。さて今回はですね、バキの中では私たちが想像しえないこと、普段されないようなことをしないことっていうのが結構平然と行われるんですね。なんで今日はそれを身をもって体験していきたいなと思います。今回体験するのがこちらです。スペックに無理やり肉まんを食べさせられている園田圭一生、果たして3個も人間口に同時にいられるのか、私体験していきたいと思います。では行きましょう。見てくれよ、近くのスーパーにあったんだ、中華まんじゅう。おいおい、人の親切は素直に受け取るものだぜ。一言だけ言わせてください。園田圭一生、マジかわいそう。ありがとうございました。今日は以上です。さいやー。